こんにちは、ギャテンユリナです。イエーイ。はい、というわけでですね、今日はリハがあるんですよ。明日がコンサートということで、リハがねあるので、今日は帰ってくるのが遅くて、出発がね逆に遅いので、この時間にちょっとやって、私は GoTo 仕事に行きたいと思います。今日もあったかいよ。だってありがとうね。今日明後日かな、めっちゃ暑いんだって。最高気温が20度超えてるみたいな天気予報書いてあったから、マジ灼熱の暑さだなと思いながら、暑くない？もうやだ、焦げちゃう。いや、そうなのよ。だから服さ、ロンティーにさ、アウターって言ってもさ、アウター薄いアウターってどれよっていう話じゃない？もう個人的には本当にマジで薄いアウターってどれっていう、何って感じ。どうしようって、服なーって出してなーって。なんかもうさ、パーカートレーナー1枚でいくか、かけてロンティーでアウターでいくか。え、私ダウンでいこうと思ってるけど暑いかな。今が13時だから、今がちょうど暑い時だ。18度17度だから、でも帰ってくる時が、あ、でも帰ってくる時も13度、12度、13度ぐらいか。ただね、問題は風があるのかどうなのか。これね、結構、いや、ダウンで行こっかな、普通にね。普通にダウンで行って、ダウンで行って、ほら、おくびが出ちゃったけど、普通に暑いと思いながら行こうかな。多分日向は暖かいけど日陰寒いじゃないかな。最近結構日向は暖かいけど日陰寒いから、それでいけそうな気がする。てか最近まつげさ、結構頑張ってさ、伸びてるんですよ私。やっとなんかまつげが、なんかすごい一時期ほんと伸びなくて、伸び悩んでたんですよ、まつげが。なんかどうしてもまつげが伸びなくて、なんか、みたいな、いつも使ってるまつげ美容液なのにみたいな思ったら、多分毛周期的な問題かも。今やっとね、まつげが伸び始めてきてて、わかるかな。伸びてきてんです。あ、まつげ調子いいなと思ってた？あ、ほんと？そう、なんかやっと伸びてきました、まつげが。そう、今日マスカラはね、そんながっつりやってないから、ちょっと毛先がね薄いからあんままつげ感見えないけど、でもね、伸びてきました。コンサートになればもっとがっつりマスカラとかつけるんですけど、まあもう今日はリハしかないので、がっつりマスカラとかは伸ばさず、まあシャササーっと感じで。でも本当にマジでスッカスカだったからさ、まつげが。こっちの目ぐらいまつげが欲しいな。
こっちがまだちょっとねまばらなんですよ。長いとこと短いとこの差がすごくて、左目ぐらいねみんなまつげの長さが揃えばいいかなって思ってます。あ、リュッケさん、ハート猫ちゃんタワーありがとうございます。ありがとう。まつげ美容液教えてください。あ、私まつげ美容液はラッシュアディクトをずっと使ってますね。もう本当にこれが一番伸びるし、色素沈着も多分一番少ないんじゃないかなって言われてて、なんかよく薬局とかに売ってるさ、あ、なんだっけな、なんかのやつは結構色素沈着がするみたいなってすごい口コミ見たから、もうじゃあずっとラッシュアディクトずっと使ってます。でもメンバーね結構みんなラッシュアディクト使ってる。私がそれを買う前時とかは結構メイクさんに何がいいですかって聞いたら、そのラッシュアディクトがいいって結構メイクさんも言ってたし、なんかメンバーとかにね聞いたりとかしてもやっぱラッシュアディクト結構使ってたんですよね。私も何本目っていうぐらい買っても、3、4本目ぐらいずっと使ってます。めちゃくちゃリピしてる。うん、私は結構すごい好きで、でなんかプラスアルファ本当に急速に伸ばしたい時はあの魔女魔女のあの魔女のね、あのね、あれあった、これラッシュアディクト、これですね。これはめっちゃ1ヶ月使えば結構伸びてくるかも、その毛周期的な、なんかあれば私はもうこれ毎日塗ってるので、そのなくならない限りは毎日塗ってます。これが好きで、なんかもう急速に伸ばしたい時はこれも塗ってる、魔女魔女のこっちの方、こっちとこっちをあのダブル使いしてます。もうこれやるとマジでめっちゃ伸びる。このダブル使いは結構伸びます。だから私今ダブル使いしてて結構伸びてきた、まつげが。もうこのダブル使いはもう何本もリピしてる。このダブル使いでもう何本目っていうリピです。寝る前に、そうですね、そう塗ります。保湿とか朝とかに塗ってる人もいるかもだけど、うちはまあ朝塗ってないですね。私はもう寝る時だけしか塗ってないんですけど、そう、なんかまじょまじょのこちょっとたここれがね千何歩で買えるんだけど、これが2000何歩暴れとるかな、2000何歩ぐらいするんですけど、なんか私が塗った時期がダメだったんかわかんないですけど、なんかこれとこれだとあんまり微妙だった、これとこれで塗ってたんですけどなんか微妙で、で結局これ使い切ってないままやめて、あのこっちに、こっちのいつものセットに切り替えましたの、こっち買ってみたんですけど、なんか私のわかんないまつげの生えのタイミングと合わなかったのかわかんないですけど、こっちの方がね私は良かった、この組み合わせの方が。うん、ずっとこんな感じかな。もうこれしか使っ、これが結構もう、あ、これか、この2つがずっともう何本もリピって感じかな。ずっとリピリピね、相性みたいなのあるのかな分かんないですけど、もう何本目か分かんないぐらい作ってます。これちょっすね、いやもうこれしかずっと使ってないから逆に他何がいいのかはちょっと知らない逆にね。そう、でも絶対これは必須って感じ、逆にこれプラスアルファみたいなのが、まあ、多くて、これは絶対、うん、これ絶対 100% 絶対って感じです。です
デスマスデスマス、お気に入りです。やっぱね、まつげが生えてると生えてないとで、ね、本当にだいぶなんて言うんだろう、見た目ビジュアルが本当に変わってくるので、アイドルちゃんみんなまつげは本当に命レベルで結構やっぱガンガンケアしてますね、みんなまつげ美容液は。私やっぱ最近マツパしてるメンバー結構多くて、やっぱマツパするにも長さないと意味ないから、そう、それで結構みんな、私もマツパや前までやってたんですけど、まつげがねすごい抜けちゃって切れちゃって、マツパが治る頃になんかちょっとまたマツパをするにはまつげを伸ばさないと、マツパやっても意味ないから、そのためにちょっと今まつげを伸ばし中ですね。やっぱマツパとか、まあ、パリジェンヌとかあるんですけど、なんかやった方がすっぴんが漏れます、圧倒的に。やっぱりまつげが下向いてるより上向いてる方が目が大きく見えるんで、すっぴんがねやっぱ圧倒的にね漏れますね。あと楽です、すごく束感が作りやすい。マツパをしてる時の、マツパっていうか私はパリジェンヌしてるんですけど、いつもパリジェンヌやった時の方が束感をすごく作りやすいし、まあ、絶対落ちてこない、湿気とか湿度にも耐えれる。そう、ただマツパ、まあ、パリジェンヌとかが落ちてきだした時が一番見た目が汚い、あと抜けて生えてきだした時のまつげのこういう感じがちょっと苦労するけど、そうなった時にもう一回当て直すのができるんだったらそれでもいいかも。だけどうちはあんまりなんかパーマが落ちてくるタイミングでまつげがすごい抜けてきちゃうくて、スカスカになっちゃうから、そうだから私は一回マツパ当てたら次また生えて伸ばすまで次のマツパを当てられないんですよね。そう、毛がねないとね当てても意味ないから、そう、まつげが上向いてる方が目に光が入るから結構いいです。あと一重の人とかもまつパやると二重になったりとか結構するので、なんか全然あのなんだろう、あの普通によくその TikTok とかでも流れてくるの見ますけど、そのなんか別に男性が女性がとかっていうわけじゃなくて、普通にあのはい、やられてる方もいらっしゃいますよ。皆さん、そうやっぱなんか重い一重とかの上げることによって若干こう目に光が入りやすいというか、こうなんて言ったらこうなるからみたいなんで、そう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 、立てる方とかいらっしゃいまして、だから別に本当にマツパに関してだけじゃないけど、男性が女性がとかマジでないから今の本当に時代、全然やってるし、うん、そう、なんか調べてみたらいいと思う、結構出てくる、全然普通に、うん、興味ある人はぜひ調べてみてください。やっぱりね、何がとかないですか、本当みんなみんなよ、みんな本当に関係ない。
ね、じゃあちょっとそんな感じで終了にそろそろしようかな。今日もリハてかもう明日はゆきりんさんの卒業コンサートで次が春コンでね、そのリハを今日はあるんですけど、最後のリハですね。だからそう春コンはなんで、まあ今日もね頑張っていきたいと思います。ドッキンドッキンですけどね、緊張しちゃうな。ぜひ明日、違う、明後日はまだねチケットが確かに余ってるっていうか、まだね間に合いますので、ぜひぜひ迷ってる方は来ていただけたら嬉しいなと思っております。あと DVD のやつがね、なんか 4K な配信が今日からだったかな、なんか始まったんですよ DVD のやつの。そうなので、よかったらそれもチェックしていただきたいですし、オンラインのサイン会もありますし、 DVD のね、であとは握手会とお話し会もありますし、あとはなんだっけな、 あとねさっき TikTok もあげました。そうナミサプなんで、それとなんだろう、あとなんかあるかな。でもそんなもんかな。はい、なのでそんな感じでよろしく。ごめんと一番乗りだった。おー、ありがとう。何も告知せずにピッて乗せた。じゃあランキング読みますね。13位カズさん、12位ヤングさん、11位マサトさん、11位カイシーさん、9位大粒ちゃん、8位ハル太郎さん、7位アキヒコさん、6位シンドさん、5位カヤンさん、4位サワマサさん、3位ニキヨさん、リハガンバありがとう、2位ナーラブさん、そして今日の第1位はリュッケさんです。リュッケさん、ハート猫ちゃんタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。はい、というわけでですね、今日お昼だったんですけども、配信見てくださってありがとうございます。今日もリハ終わったら結構遅い時間なのでね、帰ってくるのが。もう明日もね、ゆきりんさんのコンサートがあるので、帰ったらすぐ寝て明日に備えたいと思います。本当にね、ゆきりんさんのセットリスト最高だから、マジシンプルに客席で見たい、本当にガチの方で。それぐらいマジで素敵なセットリストやから、本当来てくれる人はね超楽しみに、まあ配信の人もいるかもしれないけど、楽しみにして最後盛り上げていきましょう。イエー。じゃあ皆さん、また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ、行ってきます。